皆さんこんばんは、浜屋の剣持です。本日ご紹介させていただきますのはこちらの方、ファクトリー900FA240 の別注カラー、浜屋オリジナルカラーをご紹介したいと思います。こちらの方、ブラックに見えるフレームなんですが、角度を変えるとですね、このように柄が見て取れるという、そういうフレームに仕上がっています。またこちらのフレームなんですけれども、日の光を浴びると色が浮き上がって出てくるという、そういうフレームになっています。ちょっと変わったフレームなんですけれども、実際に色の変わるところもご覧いただきたいと思います。では実際に色が変わるところもですね、見ていただきたいと思います。こちらの方、室内にいるときはですね、黒に少し赤が入っているのかなというようなフレームなんですけれども、こちらの方を外に出ますと徐々に色が現れるようになっています。そして日に当たりますと、このように色が現れます。テンプルはですね、生地を逆にしていますので、テンプルは黒のような状態なんですが、このような色味が日光に当たることによって超波長の光に反応して生地が現れます。そして影に隠れると、このように色味が隠れてしまいます。このような変色効果のあるフレームです。ではかけた状態でですね、柄がどのように出てくるのかも実際に見ていただきたいと思います。現時点ではブラックのフレームに少し色味が何か入っているのかなという状態だと思うんですけれども、日に当たるとですね、色合いが変化します。このような色合いになります。柄が出ているのがお分かりになりますでしょうか。少し近づいた状態も見ていただきましょう。このような柄が出てきます。ただ実際に離れてしまうとですね、意外と柄がうるさくない色合いになってますので、使い勝手も、いいフレームではないかと思います。以上です。いかがでしたでしょうか。実際にかけるとですね、柄が手で持っている時よりもそれほどはっきりと出てこないというところはあるんですけれども、それがかえってですね、結構肌なじみもいい色合いですし、かけやすいフレームに仕上げられているんじゃないかなというふうに感じております。初めて作った別注色ということもあって、で出来上がりまでにかなりドキドキしたフレームではあるんですけれども、またこういったフレームにチャレンジしながら楽しいアイテムを作っていきたいと思います。今回ご紹介させていただきましたのは、初めて作りましたファクトリー900FA240 浜屋オリジナルカラー、どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。